今何を大切にするかっていうことはすごく意識して動いてますね。まあ正直こうスケジュールの部分は僕は打ち合わせって10時ぐらいからしか入れないんですよね。その前の時間っていうのはできる限りスタッフと話したりとか社内を見たりとかそういうことで10時ぐらいからしか入れないです。なるべく1日3本ぐらいは打ち合わせを入れるようにしているっていうのがあります。でその中で余った時間を営業だったりとか、まあうちだと工場というか加工場っていうところを見に行ったりとか、そういう形で自分なりにスケジュールを作っていますね。ありますね。やっぱり午前中に1本、午後1、1本で、午後の、まあ、3番とか4番ぐらいに1本っていうような感じでしてますけれども、やっぱりこう自分の時間を作らないと結構僕ダメなタイプなので、その打ち合わせに対して非常に勉強になることもありますし、僕自身が知らないことを持っていたりもするので、それを結構解消する時間っていうのが重要なんですね。例えば10時から打ち合わせしたとしたら1時間ぐらいとか、まあ長い時で2時間はするんですけど、そしたらちょっとこう自分の時間を作ってリセットしてまた次の打ち合わせっていうような流れをしないと、もう 何に回答してるのかどの決断をしたのか分かんなくなる時あるんですよ。あまりにも決断が多いので会議も入ってますし、そうするとその話したっけなとか、まあ、結構戸惑うこともあるので、そういうふうに分けるようにはしてますね。世の中でいう経営者っていうのは本当時間ピタピタでっていうのはあるんですけど、本当にこうありがたいことに営業していただいたりとか、もちろんスタッフとの話し合いっていうのが非常に多い会社なんで、昔は結構マックス入れてたんですね。1日6本とか打ち合わせを入れたりしてたんですけど、そうすると本当にこう疲労度合いが半端じゃないんですよね。考えることが多くて、で次終わってっていう感じになってくると、その考えが整理できなくなるんですよね。なのでまあ3本ぐらいにするっていうのを心がけてはいますね。やっぱりこう打ち合わせしててこう乗ってしまう時があるんですよ、僕自身も。ああこれは面白いなって思うと、その場で聞きたくなったりとか、重要度合いが出てくるので、あこれ重要だなっていうこととかがあると結構長引いちゃったりするので、そうするとこう次の人にちょっと遅れますっつって、これは最低なことなんですけどね、経営者としてものすごい分かってる。でもその時その時の重要度合いっていうのがあるのでって感じですかね。会社にいればスタッフと話す時間とかがあって、正直僕の中で優先順位をつけていると思います。それは今話すべきか今話さないべきか、会とかいろんな、まあね、出なくちゃいけないところっていうのは自分の中でありますけど、そこに左右されないようにしてます。だから本当に皆さんには迷惑かけるんですけど、今この例えば7時から各種会合があります、でも定例会です。まあ正直こうその中で自分がいなくてもいい場面っていうのもあったりするんですよね。そういう時はスタッフと話し込んで、スタッフが悩んだりすればそっちに行くようにしちゃってますね。これは本当にいけないことなんですけど、今何を大切にするかっていうことはすごく意識して動いてますね。ご視聴ありがとうございます。私たちは一生懸命やってますが、チャンネル登録、いいねボタンがなかなかつきません。そこで皆さんにご質問があります。どうやったらチャンネル登録が伸びるか、そこをアイディアをここにください。待ってます。